どうも赤星赤崎瀬尾赤星マジマジですでーはいよお願いします、うん、今回もおそばで、はい、カドマン浅草店ということで、うんどんなお店なんでしょうかね、蕎麦屋じゃないですか。蕎麦屋なの、ね、あ、なんか一瞬見えましたけれどもね。なんかあんのか、こちらはですね、浅草から、まあ、結構歩く、北の方に12分、浅草寺の裏の方にありますが、もともとですね、三ノ輪駅の近くにあった龍泉店、これが本店だったんですけども、こちら閉店して、関係者の方がこちらにオープンされました。で、ここはですね、なんと、蕎麦界の二郎と呼ばれてるんですね。そば次郎。そば。今日はでもね、見えなかった。何が次郎っぽいのか。そば次郎にはね。木原さん、そば次郎。いや、まあ、お天気のね、とは違いますけども。見ていきましょう。ね。まずはお品書きですが、このようにですね。見づれえな。なんだこれ。問い合わせで自作しております。まあ、見づらいな。いや、でもね、丸になってんの。丸になってんね、実際のメニューも。まあね、わかるけど。で、丸しか見えねえぜ。記号みたいに見えるけど。なんか数えてるこれなんか。冷やし肉南蛮というのをチェックします。冷やし肉南蛮。1000円です。100番。こちらがその、冷やし肉南蛮。ちょうど1000円なんですが、今回チェックしたいのはですね、なんと堂々豚肉入れて食べることにしてます。大丈夫ですか？これくらいなら茹でる豚なんでいいでしょう。ね。誰が決めたんですかね？あ、僕です。はい。自己責任で。主治医。主治医大丈夫ですよ。見てる？大丈夫です。今回はネギも入ってる。ね。あと小皿ネギも入ってる。健康です。ね。食った後だもんな、だって。で今こうやって健康だから大丈夫ですよ、ね、さあそして、食べるところですが、蕎麦界の二郎ですか。蕎麦界の二郎一体どの辺なのか。まずは天地返しをいきますよ。それはもう食べ方だよ、あなたの。いやいやいや、心構え。ちょっと待って、麺が。いや、そうなんですよ。そうなんです。蕎麦の二郎というのはもうあのマシマシ度合いじゃなく、なるほど、ね、この超極太のと、蕎麦だよね。これ一応蕎麦なんですよ。蕎麦なのこれ。これがね、人気の、カドマンさんということでね。これ確かに、蕎麦次郎だ。ですよね。食べてみたいな、これ。いやー、これですわ。あの、近くに北千住の、あの、千住橋の次郎ありますから、本当に千住次郎クラスでございますからね。すごいですよ、これは。じゃあ、そして、その蕎麦からいってみましょう。これね、食感だけど、やっぱりね、ごわごわごしごし。で、硬いんですね、すごく。あ、そうなんだ。あの目黒の二郎の硬さと太さぐらいはある、うんうんうん、いやこれは二郎と言われてもまあいいでしょうというね、そしてネギ豚来ました、はい、ね、自己責任で食べておるネギ豚ね、絵だけ見たら二郎だもんね。あ、まあね、本当二郎国行ってグリーンバックでいやすごいな、そんな技術ないですよ。そんな技術ないです。ネギまであの見えなくなっちゃうからそうするとね、冷やしとはあるんですが、うん、そんなにめちゃくちゃキンキンじゃない冷やし、上流は冷たい。で、甘めの強い味付けなんでね、このそばでも、もう負けないという破壊汁です、これは本当に。破壊汁。すごいですよ、インパクトは。そばでね、そのインパクトの強い汁ってね、なかなか珍しい。なかなかないですからね。確かにね。なんかあっさりとか。そう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 。で、これでもまだ足りんという方に、なんと追加ネギ有料もあります。食べ方がやっぱ二郎の名残というか。まあね、どんどんがっつかないよね、しかもね。まあまあまあ、そうだね、こんなにはね、名残がありますね、で、まあスープを吸ってないデフォネギなんでね、別のこう、あの味変ネギという効果もありますね。あ、そして七味入れちゃいます。僕苦手なんですが、あ、そうだったんだ。不思議とやっぱそばにはね、辛み入れたくなっちゃいますね、やっぱりね。まあね、適量で、適量で入れてますよ、適量で入れます。で、まあ久しぶりにね、こう豚の動物の甘み、そしてこの唐辛子のこう強めの刺すような辛み、これがマッチして、絶対うまいんだけど、はい、大丈夫なのかな、そっちが勝ってしまう、あ、ネギの辛みもね倍増して美味しいですよということですね。刺激ばっかだけど、ただもうあの脂質じゃなきゃ OK、 オーラ反応蕎麦用です。はい、蕎麦用来ました。白いな、すごいな。まあ冷やしなんでね、あの寒い季節には必須ですね、ということで。はいはいはい、あの暑い肉そばもありますんで、温か肉そばもあるんだけど。気づかないように変わったな。確かに。あのこっち側にお客さん来ちゃったんで、あ、書いてます。はい、ね、あ、まあサラサラ蕎麦湯ということでね。サラサラ蕎麦湯。非常にホッとする、蕎麦。これ年越し蕎麦で食べて蕎麦って感じだったらすごいよね。なんか年越し蕎麦食ったって感じになるよね。これね、ちょっとね、食ったみたいな。おっしゃーって感じになるよね。さあ、ということで今回は太さもレベルに入れてますということでね、ハイカレールは83です。いや、高くなるわ。太さはまあすごかった。すごい、ね、これはすごいですよ、ほんと。まあ、あの実はこれ肉入ってますけど、もちろん肉増しもできるし、さっきのネギ増しもできるし、生卵を落とす人もやっぱ多いっすね。増しっつってるじゃん。あ、増しっていうか、そうね、
あとメニューのね、うん、結構真ん中にあんの分かりにくい位置に冷やし肉そばってあるんだけど、あのもうほぼ着席した人全員、うん、冷や肉大それから肉なん大ってずっと言ってて、うん、それしか出ないもう、うん、他のものを頼んだ人はもうなんか通あてか他のそばは太さどうなんですか知りたいねそこはあそれは分かんないんだちょっとよく調べてないですけどもまず言えるのは、はい、浅草以外にも店舗がね3つぐらいあるんですよ、はいはい、そこ全部太いのだから一応ねで本郷とか向島とかそれぞれでなんかこう、うん、また二郎みたいにですね、うん、店舗によってうまさが違ってくるそういう面白さもあるんですねなるほど、はい、ということで下町のこういったおそばもありますんで、うん、お試しくださいまし、はい、ごちそうさまはい Thank you.